皆さんこんにちは。2021年の5月の31日月曜日でございます。星ドラ新しい情報が来ました。まあ後から新装備がね、来るかもしれないよというようなお話はしてましたが、まあこのタイミングで来ましたね。ちょい早めというか、虹の剣、巨竜の初意ということでですね、ちょっと性能見ていきましょうか。次行ってみましょう。198攻撃力のメインスキルが1000円の一戦、で、スロットは赤青の S と青 S 赤 A 赤 A という形になってますが、まあ基本的にはなんかどうなんですかね、抜き出してロト券とか、まあ、超覚醒に入れてください的なちょっと話なのかなみたいなね。まあ、次行ってみましょうか。一応特性にはね、ギラ属性特技 10% アップがついているんで、まあこれでギラ特攻を、まあ、やるっていう選択肢も、なくはないのかなとも思いつつ、どうなんですかね。で、それからですね、14秒でメインスキルですね、威力750ギラ属性敵1体。まあ、スピードは速いんじゃないですかね。750の火力に対しては。まあだからまあ、ギラ特攻やりたい人は、ちょっと欲しい、まあ、抜き出しスキルになるのかなとも思いきや、さらにねギラ属性攻撃の威力 20% アップ。だこれやっぱりあれですね、今後はこういう威力アップ系がまあついてくるんじゃないかみたいなね話をしましたが、やっぱなんかこういう形だろうね。どん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 火力をパーセンテージ的に上げていってみたいな。だからその防具でも上げつつスキルにまあこういう効果もついてくるよみたいなね。で、陣を入れつつ、さらに火力もアップしつつ、みたいな感じで、もう、大魔王級とかやる人は、もう高火力で一気に行こう、的な話なのかなと思いますけれどもね。いや、スキルとしてはいいと思います。ただ、まあ、当てるかどうかっていうと、本当に僕はギガ伝周回するぐらいなんで、別に欲しいかって言われると、まあ、なくてもいいかなっていうようなね、感じですね。で、倍機状態の、なんとかな、ダメージの比較もありますね。まず抜群で3956、そして倍機状態で5386ということで、これまあ装備がどういう感じになってるのかわかんないんですが、一応ブレイブで、まあ攻撃してますね。はい、では、次行ってみましょう。ハンマーで、来ておりますね。まあだから今回杖、まあ、呪文の方はまあないという形なのかな。まあ一応抜き出して本当に使ってください的な、まあ、こちらも感じだと思うんですけれども、攻撃力199、そして超ダークスパイクということで、スロット赤青の S と赤 S の赤 A 青 A という形になってます。まあ大体抜き出してね、やっぱ今回のハンマーに入れていくんじゃないかなと思いますが、特技はドルマ属性特技、10% アップ。まあこれもまあアップはいいんですけど、やっぱりさ竜王化かにはね全然かなわないので、17秒で780ドルマ属性攻撃、で 60% で、これ闇陣でいいんでしょうか、付与するよということで 1.5 倍にするよ。まあね、ちょっと先ほどのスキルと比べたら、先ほどが750の14秒、でこちらが780の17秒なんで、まあちょっと重めに見えるんですけど、まあ妥当じゃないかな。17秒で780、まあ普通というかね、今の、なんつうかな、こうインフレの仕方だとね。そうですね、はい。まあ、これが15秒16秒だったら、まあ、ちょっと早めかなっていう感じで、まあ、さらにさっきみたいに14秒だったら、あ早いねみたいな感じにはなると思うんですけどね。こちらも倍機状態との比較があって、3452で倍機の場合は、5327ということです。はい、まあ、ドルマの青のスキル持っていない人はまあこうぜひだまあ欲しい人はいるんじゃないかなと思いますね。そして今回、はい、やってきております。スタンプ福引き出ました。これ多分 7% だろうね。わかんないですけどね。とりあえず提供バリアを見てみましょう。まあ、まあガチャ来たらね。10連、星5、1確定なんで、11連、星5、2確定ではまずないです。そしてこれはですね、スタンプの10個目、20個目、どっちかが1枠確定ですよっていうことですので、まあ、以前あった黄金竜の、まあ、コント、剣みたいな感じですね。僕はもう、
そう、20連目まで引いたんですけどね、剣が出ないっていうね。だから本当にまあ両方欲しいぐらいの人は引いてもいいと思うけど、1点狙いの人はまあ、ちょっと覚悟が必要かなとは思います。うん、そんな感じですかね。はい。で、あとは情報が他にも入ってる、まあ月パスがラインナップが出てきて、武器セレクションということと、竜神装備、そして防具セレクションというのがなんか入ってきてますけどね。まあ、この辺もなんか引けたら、まあどれ引くかな。まあ僕は武器の方で多分引くと思いますね。うん。それからですね、あとは、あ、なんかライブやるの？6月7日に、ライブやるということで、そうなるとまだあれか、イベントの期間中なのかな。で、6月に予定しているアップデートの内容をお届けしますということで、まあ、6月にも何かしらこういうやっぱ動きを出してくるっていうような話みたいなので、まあ興味がある方はぜひね、生配信見てみるといいんじゃないかなと思います。まあ、僕はちょっと見れるかわかんないんですけど、一応情報はまとめてまた、まあラジオ形式になると思うんですけど、出していこうかなというふうに思ってます。はい。で、先ほどですね、星ドラ雑談をちょうどアップしました。全然もうつまんない話なんですけど、もう妄想雑談を一本アップしているんで、まあ興味があればぜひ聞いてみてください。まあ本当に実装とか関係なく、レンタル屋さんがね、こう星空にあったら面白いんじゃないか的なちょっと話をしているんで、はい。まあ要はなんか今本当にこう提供確率も厳しくなって 7% 10連星51確定にさ、今後もなるかもしれないじゃないですか。で、昨日もちょっとグランピング生配信でやったんですけど、蹴られる問題がねすごくやっぱり来るんですよ。まあ本当蹴られるんですみたいなさ、もう部屋入れないんですみたいなさ、だそうなるんであれば、まあ武器のレンタルみたいなのがねちょっとできたら面白いのかなみたいなねまあそんぐらいしかもう思いつかないわみたいな感じなんですけど、はい。まあそれをまあこうレンタルチケットっていう形で配布するのか、まあジムでレンタルできるようにするのかって分かんないですけど、でそれをやることによってまあ賛否もあるだろうし、まあこれは本当に別にその実装の話じゃなくて、もう本当に星ドラ妄想雑談っていうので、ちょっと先ほどお話ししたんでね。あとはまあ新職業のことにも関してもちょっと聞かれたんで、まあ、やっぱりその新しい武器が引けないっていう時代に今後入ると思うんですね。そんな課金もできないしさ、今回の僕武器0個ですからね、今回ね。そうだから何かね、部屋に入れるようなちゃんとギミックがある、しっかりと、うん、なんかあるような職業になってくれるといいかなみたいなね、ちょっと雑談もしておりますので、興味があればぜひチェックしてみてください。では今回はまあ新装備がここでやってきたよ。これさ、この後にさらに来るってことはないよね、さすがにね。なんか僕的には本当に不死鳥もなんか一つ二つなんか武器が来てもおかしくないなぐらいの感じで思ってたんですけど、さすがにやっぱりここまではないか。うん、この虹の剣と巨竜の発意で終わりなのかな。で、まあほら名竜もさ、まだ武器残してるし、竜の女王もあったんで、でまだガチャの期間も少しあるじゃないですか。6月の、6日で終わりだから、まあ、その辺でさ、6月5日って僕あれかな、その情報が、ね、出るかもしれないみたいな話をしてたんでしたっけ。ちょっとん6月なんか6日に情報が出るってことなのか、なんかこれ以上の武器の追加は分かんないですけど、なんかさ、うん、まあ隠し玉もないと思うけど、なんかこのあとね、竜の女王、名竜、それから分かんない不死鳥の新装備、さすがにそこまではやんないと思うけど、まだなんか隠されていたりしてみたいなね。あとなんかセールジムもまたなんかやるみたいですね。今回は980円じゃなくて3000円分のなんか方らしいですけれどもね。はい。まあその辺も、まあゆくゆく、そうですね、情報出ると思いますんで、まあまだガチャの期間長くありますんで、僕はちょっとギリギリまでね、待ってみようかなというふうに思ってます。はい。ということで、また次回もお会いしましょう。さようなら。Thank you.